ボンソワー、ジュマペール、タクヤ、ワダ、東京は今夜なんですけれども、実は、来年の2017年、ジャパンエキスポパリに、招待していただけましたので、参加することになりました。来年はですね、アニメ100周年ということで、私も16歳の時からアニメの仕事をしてるんですけれども、もうほぼ39年間、アニメの仕事、映画の仕事をやってます。そのパリでですね、イベントの際には皆さんに日本のアニメの話や、それからアニメーションのキャラクターの描き方とか、それからまあ僕のイラストにサインをしたりとか、楽しい時間を過ごしたいと思っておりますので、ぜひ皆さん、ジャパンエキスポパリ2017に、おいでになってください。会場でずっと私は待っておりますので、皆さんにお会いしたいと思います。それでは会場でお会いしましょう。 Don't miss it!